こんにちは、眼科専門医の平松です。今日は目の輝きについてお話しようと思います。目が輝くというと、漫画であるとかテレビでよく言われることですけど、人間は実際目が輝いてるんですね。光が入ってきて目で反射をするので、その光が輝いて見えるわけです。皆さんその目の輝きが一緒かというと、なんとなくこの人よどんでる感じがするとか、キラキラとしてないという方もいれば、一方で元気な感じで目が輝いて見える、そういう方もいると思います。その違いはどこから来るんでしょうか。一番の原因は目の涙の状態によってくると言われてます。何かというと、涙の質が悪いと涙が出ててもすぐ乾いてしまうので、光が入ってきて反射を起こさないという状態が起きるんですね。じゃあどうすれば目の輝きが取り戻せるのか。実際ちゃんとしてない方、ちゃんとケアなどされてない方は目の輝きは3分の1に減ると言われています。つまり、普通の人よりはその魅力が3分の1に減ってしまうようなもんですし、人に与える印象、前向きな印象であるとか、人とコミュニケーションを取る上でやはり3分の1減ってしまっているということです。じゃあどうすればいいか。一つは涙の清浄、質を良くしていく。どうするかっていうと、一つ目は涙の質を良くするには油を出させる、まぶたを温めるという方法があります。二つ目には涙の質を正常に保つ生活、例えばスマートフォンをどう使うであるかとか、あとはエアコンをどうかけるかというように生活の注意点ということがあります。三つ目としては、いわゆるマッサージであるとか、日常にケアできる、温める以外のいろんなケアがございますので、そこら辺を意識していただければと思います。それだけであなたの目の輝きは、もし3分の1になっている場合は3倍に輝く、つまり魅力はそれだけ3倍に上がるというふうに言われています。ぜひ試してみてください。役に立つ情報を配信していきたいので、こちらの登録ボタンを押していただければ、それが見れるようになります。スマートフォンの方は下にある欄から登録をしていただければと思います。